咲きました。いきなりニュース、本日のトップニュース、すごい実写だ。今週記録的な大雨を引き起こしたハリケーンは現在徐々に移動しており、明日の朝には落ち着きそうです。湾岸では一隻の船が行方不明になり、救急隊が捜索に当たっています。こちらの詳細は情報が入り次第お伝えします。さらにここ数日の豪雨によって一部の地域では膝の高さまで浸水しており、住民に被害をもたらしています。レーダーの観測によると、今後は勢力を弱めながら北上していくと思われます。明日の朝までには天候も回復し、嵐の被害はどうだって、雨も収まる。まだ行ってない。テレビボロボロやん。マーガレット、開けてくれ、もう一人いた。はいはい。わ、家の中綺麗、めっちゃ。おばちゃん、まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて、うん、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ、もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。どうしてルーカス。ルーカス、何見てんのスマホで。何やってんの。1019、なんだゲームか。着替えはランドリーに置いてあるわ。ランドリーね、すごい、めっちゃ量半端なく多いのこれ、スープ。まあ、綺麗っちゃ綺麗だけど、あの子に綺麗な服を持って行ってあげて。なんか、やっぱり家ちょっと汚いな。で、あ、ダンドリーってこの下か。キーピック。あ、床下じゃなくてこの上か。で、本編だとここでセーブポイントあったんだよね。で、来たよ。これか。着替え用の衣服。特になんか関係なさそうだから行っちゃって。ゾイ、汚れた服のままじゃかわいそうよ。子供耳は。この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。わかった。さあ、お着替えしましょうね。いい子だね。きれいにしてあげる。起きた。みんなもらった。何？怖い怖い。よく抱いたなんて思ってたな。さあ、停電したの？開かないよ。階段か行くしかないか。あの女の子はどこ？実際ライター持ちながら歩くって結構危ないよな。うわ、何？ルーカス、どうしたの？しっかりして。おばさんがどこだ？この話し声、一体何が起きてるの？ここでもないでしょ。
母ちゃん。ゾイ、おいで。あの子からの贈り物だ。こっちへ来て、あの子が私にくれた可愛い子供たちを見てろ。何してる。キスしてちょうだい。どうしたの。ガレージへ行け。ロープを取ってこい。行け、早く。邪魔するんじゃないよ、ジャック。私たちは家族になるのよ、あの子の家族にね。やめんか、マーガレット。おい、頼むから手荒なことをさせてくれ。母さん、どうしてあんなことに。何にもいない。ロープ、ロープ。すぐ行くよ、父さん。お父さん、やばい、なんかやばそう。やめて。心配する、こんなもんじゃまだ終わらんぞ。綺麗好きはいいことだ。俺がお前の母さんを綺麗にしてやるからな。この子の望みだ。やばい、あの子への愛情を見せてやる。俺たちに愛情を見せろとあの子は言ってる。父さん、あの子をがっかりさせたくないだろう。それは良くない。あの子って誰なの。お前の妹のエブリンだよ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。お前にはお仕置きしてやらんと。父さん、やめて。やめて。お願い。父さん、やめて。お願い、ほら、来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。なに。あ、逃げないといけないのか。普通に演出かと思った、これ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。逃げろ。父さん、どうしちゃったの。この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。近づかないで。よし、うお、来たよ。さあ、南アイが続きます。ゾーイ、待って。あー、そっか、ここでシミュレーターの画像。やばい、やらかしたぞこれは。とりあえず子供部屋に戻って。どうする。うわ、びっくりした。父さん、やめて。早い。お願い。この風呂場にいっぱい。うわっと、呼び出そうと思ったのに。もう逃げ回るのはやめろ。やばい、逃げろ。さあ、これでトロフィーがどうなんの。あ、上に行けんのか。待って、どこ。 あった。帰な帰な帰な、早く早く。お前はルーカスと違っていい子だ。そうだろう。よし、逃げれた。はあ、なんかここにあるってことだな。パソコンとメモ。よし、あ、消えた。イエーイ、思い出せた。これだけ？ベランダ、ベランダに行きたいんだよ、とりあえず。
えておるぞ。フォークの使い道が分かんない。開けれた？なんだ開けれるやん。さっきダメだったぞ。できるやん。あ、そうだよな、フォークこれしか見つかみつないから。さ、工具箱。やばい。ルーカス。お前はあの子の兄。やめろ。離せ。やばい。ルーカスが。ルーカスはまだあれなら普通だったのか。かどうすんの。やばい。次ババアか。見つけたよゾイ。いやーちょっと待って、ここまで来たらせっかく。あ、平手打ち。ジャック、手を貸してちょうだい。ジャック、そんなの。何こう、こっちに来て手伝って。ホッタドーじゃないんだから。出てきてあの子に会ってあげて。どっちに行くんだ。やばい、逃げろ逃げろ。ゾイ、おお、やばい、怖い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 。バレてんのかこれ、バレてないのかよくわかんない。ゾイ、はい、ゾイです。階段で真っ向一回。目が悪いのかこれ。なになに、怖いんだけど。なに怖いんですけど、いきなり。いやもうこれこうしてる間になんか行かないとまずいな多分。行くぞ、ゾイゾイ。やばい、ここ開かない。行くぞい、ゾイゾイです。ここも多分開かない。開くか？うん？開くのこれ？あ、開いた。やめて。え？近い近い近い。ごめんなさい。私何かおかしいの。母さん、来ちゃダメ。やめなさい。家族に触れないで。戦ってる。どういうこと？何が起こってるの？ほら、これを取って。逃げて。大丈夫だよ、助けを呼んでくる。なんでこんなことに。本当そうだよ。見つけたぞ、もう逃げ回るのはやめろ。待って待って。お前は昔から知ってた。怖い。やめろ、うるさい、早く消えろ。親父も戦ってんのか。めっちゃ怖いやん。父さん、何を企んでるゾイ。どこへも逃がさんぞ。今何か聞く。ゾイ、探し回ったんだぞ。よし、もうすぐガレージだ。あ、やばい、これ時間かかる。やばい、早く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 開いてよ。やばいやばい。
やばい、危ない、早く早く早く逃げるぞ。お願い、お願い。俺たちを置いて出て行こうっていうか。新しい妹に会いたくないのかい。お前は礼儀ってもんを知らんのか。それが育てた親への態度か。あんなに殴られたのに死なないってゾイもすごいな。